さんこんにちは、いくゆママです。です。はい、本日は、毎年ですね、お月見の時期には、それにちなんだ動物ドーナツを販売させていただいているんですけれども、今年も10月の1日がお月見の日になっておりまして、お月見うさちゃんのドーナツを販売させていただきます。皆さんお月見って毎年日にちがちょっとね違うのってご存知でしたか？ちなみに今年は10月1日なんですけれども、去年は9月の13日だったんですよね。で、今までいくままのドーナツでもこんな感じのドーナツとか、それとかこんな感じのドーナツとかを販売させていただいておりました。さてさて、今年のお月見さちゃんはどうなのか楽しみにしててくださいね。楽しみにしててくださいね。はい、では皆さんを厨房にご案内したいと思います。厨房へゴー。はい、ではこんにちは、ちろえちゃん。こんにちは。はい、では今回今年のお月見うさちゃんを、はい、考案してもらったちーちゃんですね。はい、よろしくお願いします。はい、はい、じゃあ今からですね作ってってもらいますが、まず穴埋めされてるチョコですね、穴を切り込みを入れてアーモンドを刺していきますね。はい、で、はい、今からいちごチョコレートですよね。はい、はい、つけていきます。これで一度乾かす感じですよね。はい、で乾いたら今度、はい、お顔とかを描いていくのかな。はい、うんうん、はい。そしたら次は、これはコーヒーチョコ、大きな子、コーヒーチョコです。コーヒーチョコなんだね。はい、うん、こんな感じね。はい、で次にいちごチョコで、ほっぺと手足を作っていきます。うん、はい、そのね、台を持ってる感じ で、 感じね。なるほどなるほど。はい、うん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 、そしてそしてで、耳と、お餅を白で描いていきます。はい、あのお月見団子ね。はい、はい、お月見団子。おー、かわいい。まずは2個だけ。あ、そうなのね。はい、これが完成なわけで2個だけじゃないんだよね。この後はこの、白い部分、白のお月見団子たちが乾いたら、はい、一旦乾いたらまた続きを描く。はい、うん、残りの団子たちを、はい、うんうん、なるほど。こんな感じで足の裏の、うんうん、肉球を、あ、かわいい、うんうんうん、肉球描いて、はい、これで完成。はい、はい、うん、かわいい、できました。はい、おー、かわいい。今年はこれで、ピンクのさちゃんと、あと白いのさちゃんのね、2色で、はい、こんな感じで完成です。はい、ありがとうございます。じゃあどんどん作っていってくださいね。